基準とは行動や判断の根拠となるものや数値である。何かを比較するときに用いる。類義語として、ただし、物差し、基準、水準、標準、尺度など。ただしは、基準や標準のみならず、規則や測定器具についても汎用的に言う。また、ひとしは、ただしの類義字で、測定器具を意味するが、水平を測る水盛りが原義である。基準は、 哲学において、信仰や死評価、行動などの見習うべき規則のことも言う。水準は、もともと水平面からの高さを意味したことから、上下工程に基づく基準を言う。標準は、最も平準的な状態についても言う。また、基準は、キリスト教では、聖書のことも指す。なお、物質は、セルシウス温度摂取零度、一気圧の時が標準であるとされる。 また、しばしば社会的に望ましい水準を指すこともあるほか、統計心理学では、テスト特典等の分布特性を示す指標として、用いられる。基準となるものは、すべての中から、最も平均的でかつ一般的なものや人が多く、時刻のような太陽、温度や質量の水、長さの光、気圧や高さの海面などがよく使われる。また、 音楽のように 440Hz の音がイオドであるなど人意的に一定の数値を決めることもある。基準と基準とを区別する分野が存在する。ありがとうございます。